はい、こんにちは、ポップです。6月20日土曜日、今回は週末スペシャルということで、5ドルの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円の5ドル円、後半部分はドルストレートの5ドル米ドルについて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、ではね、えー、早速ではございますが、5ドル円の60分足、約1週間の時間軸のチャートからご覧ください。 まずね、えー、結論から申し上げますと、えー、壮大な行って来いの一週間だったからというところでございます。 先週末のね、週末スペシャルでは、まあ、レンジの方はね、72円から75円という形でね、解説をさせていただきましたが、まあ、いきなりね、75円まで行った時にはね、焦ったんですが、まあ、最終的にはね、そのレンジ内に収まったからというところでございます。ちょっとね、5ドルの方は、まずは月曜日から火曜日にかけてですね、大きな上昇、約ね、2円の上昇が、ね、あったという場面がございました。こちらはね、もう理由としましては、株式相場と連動をしました。 して株式がね大きく上方向に伸びていったというところにねついていく形で5ドルの方も上がっていったというところでございますただね75円というのはちょっと先にね4時間足見ていただきますと今までのサポートラインが1回2回とね大きなところでこの6月の上旬部分や6月のねこれも上旬ですね2回ほどレジスタンスサポートの位置だったというところからですね75円を明確に上抜けることができま できずにその後はね波を打ちながらも下落トレンドに入りまして最終的には73円付近でクローズするという形でね、まあ、壮大な一ってこいだったというのはねこちらの60分足を見れば1週間をかけてねわかるかなというところでございます。基本的にはね上がっているところでは移動平均線が右肩上がりとなりますが、まあ、ここの部分でね一旦はサポートが入ったところで上値をね 抜けなかったというところから、ゲラクトレンドに突入。ここでね、ストンと一気にね、だいたい100ピプスぐらい落ちましたので、そこからはですね、まあ、移動平均線が右下がりに変わりましたので、まあ、その付近でですね、レジスタンスを受けながらもゲラクトレンド。最終的にはね、73円のサポートも堅いというところで、まあ、木曜日から金曜日にかけて約3回ぐらいね、73円のサポートを受けて、こちらはね、なんとかクローズしたというところでございます。こちらの73円というところもね、 以前ダブルボトムをつけているというところでねやっぱりこのラブダブルボトムというところは、えー、明確なねサポートラインになるかなというところで、えー、なんとか73円の範囲内で終わったというところでございます、えー、よってですね、えー、引き続き、えー、72 0ま円まで落ちるかどうかは別としまして、えー、まずはね上値の方は75円というのが重くなってくるという形になりますし下値の方はね73円ただこちらはねちょっとね1回2回3回4回つけておりますのでそろそろ陥落する可能性が高いというところからですね 次のサポートは72円。こちらもねレジスタンスラインで、過去のこれは5月の下旬ぐらいですかね。こちらのところでレジスタンスを食らっておりましたので、過去のレジスタンスは1 一旦上抜けると、今度はサポートになるというところのテクニカル的な、ね、アノマリーがありますので、まあ、そういったところではサポートが入るのが72円という形になりますので、引き続きこちらは、ね、ちょっと範囲は広いですが、75円から72円の範囲内で、ね、まずは考えていただくというところが大切かなというところですね。そして、まあ、もうすでに、ね、お話しておりますが、4時間足。 こちらのの方が約1ヶ月間の時間時軸となりますこちらは、ね、非常に大きな上昇で、まあ、ちょうど、ね、71円とか72円を、ね、抜けたところから本格的な踏み上げ相場いわゆるショートを取っている方が非常に多かったんですがその人たちがです、ねえーまあ、ストップロスを巻き込みながら売ら,れ売らされて、えー、買わされてしまうという形ですねショートの買い戻しという形で、ね、ど,んど,んどんどん踏み上げていくという相場でございました。 とということで、まあ、新規のねショートをぶち込むんですが、それもね、えー、さらに上げてしまって、えー、再度、えー買,い戻さずえー、買い戻しをせざるを得ないという形になってしまいますので、まあ、この踏み上げ相場は強力だったかなというところなんですが、まあ、踏み上げ相場がね終わった以上、ですね、えー、これからは緩やかに下落が始まっていきまして、今は73円まで収束してきたというところでございます。えー、今後もね今は移動平均線が横ばいということで、基本的にはね、えー、移動平均線の傾きの解説をしますと、 右肩上がりの移動平均線であればその上側で平均足のチャートが位置する逆に右下下がりの移動平均線であればその下側で、ね、平均足が位置するというところでございますそれに属さない水平の、ね、移動平均線ですと基本的にはこのボリンジャーバンドこちらは2シグマの値を使っておりますが、まあ、上限と下限を、ね、行き来するような相場になるというところなんですがちょっとここのところ、ね、ボリンジャーバンドの上限まで行かずに移動平均 線でね頭を押さえつけられるという形になりますとどうしても下方向に、えー、圧力がかかってしまうという形でございます。えー、よってですね、えー、こちら73円を割る可能性が非常に高いという形になっておりますので、えー、引き続きね、えー、この移動平均線ぐらいまで戻す、えー、73円の、まあ、70銭ぐらいでしょうかね、まあ、この辺りでしょうか、ちょうど2回ぐらいレジスタンス入っておりますが、まあ、こういったところで、えー、要線から陰線に切り替わるという、ねえー、形になったところでしっかりショートを組みながら7 73円を割り込みますと、このダブルボトムを抜ければ、一気に72円というところが見えてきますので、やはりショート目線で攻めていく場合がよろしいかなというところですね。えー、ただ、えー、5ドル円の方は、基本的には、ね、株式相場と相関が、えー、あるケースが高い、えー、ある確率が高いというところでございますので、まあ、株式相場は、ね、今、金融緩和、FRB や日銀がじゃぶじゃぶ流動性を高めている中で、株式相場が爆上がりしたときには、5ドルは、ね、それについていって、5ドル高になってしまいますので、その のリスクだけはしっかりとね、えー、あらかじめ、えー、把握しておくというところが大切だと思います冷やしの方見てみましょう はい、え、冷やしの方ね、え、73円でサポートが入るもう一つの理由というところで、こちらはね、移動平均線、ま、24の移動平均線を取っている形でございますが、こちらのちょうどサポートに当たるところも73円という形でございます。今までね、ま、中期的な目線で冷やしベース、先ほどの移動平均線と平均足のね、関係性を見ていただきますと、基本的には下落トレンドは、その下側でね、平均足のチャートが位置する。逆にね、コロナウイルスの、 まあこちらの、ね、オーバーシュートが起きてから移動平均線を上回る場面がありましてその移動平均線が今までは右肩上がりそしてその上側を平均足がのチャートが、ね、位置していたというところでございますが。が ここの割り込むか割り込まないかの今瀬戸際がですねちょうど73円というところでございます、まあ、こうなりますとねすぐに抜けるところよりも一旦はねサポートが入りやすいということでまあここでもね下ひげでサポートが入っておりますがこの上昇が高値を抜けないということになりますとやはりもう一度ね移動平均線に収束これを明確に割り込んでしまった場合は下落トレンドもしくはねもう少し下方向でねレンジ相場になるという可能性がございますので今まさにこの移動平均線を割り込んでしまった場合は りり込むかかどどううの勝負どころという形になっておりますよってですね4時間足戻りますとここの73円というところは冷やしベースの、ね、移動平均線に支えてられておりますのでなかなか割るのは難しいかもしれませんがこれも、ね、相場というのはいつかレンジブレイクするものでございますのでまあ、下方向に抜けたところではですね先ほどの72円そして 72円終わった場合は71円ですね。こういったところの1円刻みで大きく、ね、動いていくということが想定されますので、まあ、ぜひ、ね、移動平均線付近でしっかりと要線から陰線になるというところがあれば、ショートを組んでいただくという方向性で攻めていただければと思いますので、参考にしてください。はい、以上で、ね、5ドル円の解説を終わりまして、続いて、えー、クロス円は終わりまして、ドルストレートの、ね、5ドルベイドルの方を見ていきましょう。 はい、ゴ、えードルベイドルのチャートでございますが、基本的な、えー、1週間のね、60分足に関しては、ほぼほぼ同じような動きが、えー、見えるというところでございます。こちらも壮大な行って来いということで、えー、一旦ね、月曜日から火曜日にかけて大きくゴードルの方が上昇したというのは、えー、クロス円と全く同じような動きでございます。まあ、スタート地点がね、0.6850ぐらいだったんですが、50ピプス下げた後の、えー、こちらね、150ピプス上げるという形でございました。えー、ただね、えー、こちら えーまあ、0.6950を超えたところがピークとなりまして、それからですね移動平均線を割り込んだところで、えーまあ、戻したところでは移動平均線付近ですね、そういったところでレジスタンスを受けるというところでございましたが、最終的にはね0.6850、ここのサポートラインが意外にも機能してきたかなというところでございます。まあ、過去の、ねえー、ところからいきますと、えー、少し前の、ね、相場ですと0.68、まあ、ここの部分ですね、まで、えー、落ちても おかかしくないかなないいととうころなんですがちょっと中途半端なところでね、サポートが入ったかなというところが、60分足を見てわかるかなというところですね。そしてもう少しね、中期的な目線でいきますと、4時間足ご覧いただきますと、こちらもね、完全に上昇トレンドは一旦は終了したというところでございます。大きくね、移動平均線が右肩上がりで、その上側でね、平均足を位置しているという場合であれば、上昇トレンド継続という形でございましたが、まあ、ここのね、0.7を抜けたところで、まあ、ダブルトップみたいな形 W をひっくり返した形の、ねえー、ところで、まあ、高値が明確に抜けなかったというところで下落に転じるそうしますと、ね、今度今回の、ね、大きな反発も0.7を上回ることができなかったというところを受けまして上値が、ね、重くなってくるそしてこの辺りで、ね、ロングを組んだ方0.69から0.7ですねこの辺りでロングを組んだ方々が今度は0.69上がってこようとしますとやれやれの戻り売りいわゆるロングの方々が前 含み損を変えていたところでね、決済をするというチャンスになりますので、上値が重くなるかなというところでございます。よってですね、こちらまずは0.6850ですね、今のサポートを割り込んだ場合に0.68の攻防が少しばかり、ね、続くかなというところでございます。ただこの0.68の攻防を割り込んでしまった場合は、 ここを見ていただきますと0.68から0.67というのは、まあ、真空地帯ですね、直近の。あまり売買が成立していないというところになりますので、まあ、そうなりますと基本的には値、えー、動きは、ね、スムーズにストンと落ちる可能性があるというところでございます。まあ、さらっと上がったところはさらっと落ちる。 ズカンと落ちるという形になりますので、やっぱり揉み合ったところはね、えー、なかなか、えー、すぐには動かないという形になろうかと思いますが、スルッと上がったところでは、えー、一気に落ちますので、まあ、この0.68終わったら案外0.67のね、次のレジスタンスからサポートに切り替わるラインの0.67までは、えー、落ちるかもしれないということを考えますと、まあ、リスクリターンのね概念から上方向に伸びても、まあ 売り圧力は強くなるただ0.68を割り込んだ場合はストンと落ちる可能性があるということではねやはりショート目線で攻めていくべきかなというところでございますえそしてね、えー、やっぱりえ今までね、えー、移動平均線横ばい水平でございますので、えー、これもえー5ドル円と同じような形ですがボリンジャーバンドの上限と下限をね本来であれば行き来するというところでございますがちょっとね心もと移動平均線を上抜けすることが難しくなってきたそうしますとやはり上,、えー、上圧力よりも下圧力の方が強いというところで、ね 下方向に圧力がかかるからというところでございます。まあ、こちらも、ね、株価次第というところではございますが、株が大きく上がらなければです、ね、下方向に行くのは可能性は高いという形なので、まあ、しっかりと、ね、移動平均線ぐらいで、まあ、こちらですね、ボリンジャーバンドの上限から移動平均線ぐらいでレジスタンスを食らった場合、要線から陰線に平均足のチャートが変わった場合にショートを組むという方向性でよろしいかと思います。最後に日足の方も見ていきましょう。 こちらもですね、0.68ぐらいで、そろそろ移動平均線が出てくるということなので、5ドル円同様ですね、この5ドルベードルの冷やしベースのねサポートが0.68というところでございます。ですので、ここである程度サポートが入りつつも、割り込んだ場合はですね、0.67ぐらいまでストンと落ちるというのは、過去のね、この真空地帯を見ていただいてわかるかなというところでございますので、少し0.68を割り込むのは、骨が折れるかもしれませんが、そこはねいつ落ちるか 分かりませんが0.68を割り込んだ時にはストンと落ちるところを、ね、見ていただくというところは、冷やしを見てもねわかるかなというところでございますので、まあ、そのあたりね0.68の攻防はあろうかと思いますが抜けたら早いですよというところを、ね、意識してまあ、えー、ちょくちょくね戻り売りで利確を重ねていくかもう少し中長期的な目線ですともうどっしり構えてね0.69までいかないその手前でねショートを組んで0.67まで放置しておくとまあそういったようなねパターンが組 見ると思いますのでまあ、色々ねこの土日で戦略を考えてそれにね従っていただくということでポジション取ってからやっぱり悩んではいけないというところですのでまあそのあたりはね土日に戦略を考えていただければという形になりますので今回の動画が参考になれば幸いでございますはい以上でね今回のゴードルに関しての解説を以上といたします今回の動画がね少しでも参考になったという方いらっしゃればチャンネル登録やいいねボタンぜひよろしくお願いいたしますよくねコメント欄で ちょっとね、勝てるようになってきましたとか、わ、えー、かりやすくね、えー、相場が読める気になりましたという、ね、コメントありますと、まあ、非常に嬉しいという形になりますので、もう少しね、えー、精度を高めていきまして、えー、皆さんにお役に立てる、ね、解説を、ね、続けていき,い,いきたいと思いますので、引き続き、えー、このチャンネルよろしくお願いいたします、えー。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。また来週からも頑張っていきましょう。バイバイ。